私は高新聞の林と申します。はい。西武新幹線に関して、西武区間のことについて、長崎の記事をどのようにお話をしますか。それぞれが大切な点を抱えていますので、それぞれの立場からの考え方というものを比例して、長崎県の中村知事からは、古い企画に対する思いがなされましたけれども、私の方からは、現状のスキルにおいて、考えられるというような話をさせていただきます。お互いに合意した事項というのはどのようにございますか。そうですね、本当に多岐にわたっていろんな話をさせていただきましたけれども、そもそもその長崎県と佐賀県が両者がいろんな要素を経て、最終的にはフリーゲージトレインということで合意に至ったわけです。で、その予定で全てが進んでいた中で、国においてフリーゲージの開発が断念されるという状況の中で、今の時代になっているわけであって、これは国の方にしっかり、その上では強く申し出なければいけないという部分については一致してきたと思っています。あと、在来線の肥前山口伊勢早川について、今後の協議の方針とか進行については何かお話しされませんでしたでしょうか。私の方からは肥前山口武温泉間の線化順次線化についてはこれはフリーゲージと関係ないところで読者合意に盛り込まれたと認識しているという話をさせていただきました。それはこれは必要なことなのでというふうに私の方は指摘させていただきました。伊佐早川の伊佐早川伊佐早川それについては本当に佐賀県は非常に辛い選択の中で、鹿島・多良地域の皆さん方の思いというのがあって、今もそしてこれからも佐賀県として鹿島・多良地域の振興に全力を尽くしているところなので、その部分はしっかりご理解をいただいて、上下分離方式という中で新しい仕掛けの中で、ぜひ佐賀県の方のそういう立場も分かっていただきたいという話は私の方からさせていただきます。感謝が以上です。よろしいですか。すみません、NHK のお二人ですけど、今の話の中で、国の審議を見ていくことなんですけど、その旨、結局、両者の合意は、ある部分、実現することができないというか、破談になったその原因というのは、国の方にあるわけだから。この問題の打開というものは国の方としてさまざまな選択肢というものを示すべきではないのかというところについては一致しております。長崎さんはだいぶ早急にというふうにおっしゃって、中村知事はおっしゃってましたけど、その国においてしっかりこう打開する手立てを示すべきだという部分については一致したんではないでしょうか。今後のお互いの両県知事の協議の可能性というのはどんな感じになっているんですか。私は佐賀県の今の状況、もともとほとんどこうメリットがないような状況の中で作られたこの仕掛けであったので、我々の方から例えばこの切るか民かと選ぶ状況ではないことだったとか、自ら何かをこう発案するという今環境にはないという話もさせていただいたところでありますので、これからもこの今日もですね、特に新幹線だけではなくて、長崎県さんとの間にはさまざまな課題がありますので、いろいろ意見交換させていただきました。いろんな場を設けて、これからも中村知事とは意見交換をしていきたいというふうに思います。NHK です。今日合意した内容の中で、政府の国なのか、国なのか、整備方針を示してほしいということも合意内容に入っているんですか。今日はですね、もともと私の認識では、中村知事が私の当選祝いに来たという出題かなと思っていて、そんな話から始まっていて、特にその
合意事項をなんかまとめるとかいうような会談ではないんですね。ですので本当にあのフリートーキングという感じで進められていたので、その具体的にそのどういう方式かということではなくて、その打開すべきなのは国の方として、そしてしかもそのフルとかミニとかいうだけではなくて、例えばその佐賀県としては、ね、この問題は在来線がどうなのか、在来線とっても大事なんです佐賀県にとってはということだとか、そもそもルートが設定されておりませんのでルートの問題とか、まあ、いろんな問題が横たわっているので、まあ、そういったこと全てに関してどうなのかというところが出されないとという話はさせていただきました。はい、現状のスキームでは、受け入れられないという話を中田知事が、これもこれまでも佐賀県は申し上げている通り、今のいわゆる整備新幹線のスキーム、いわゆる、地元が我々で言うと長崎県と佐賀県がお互いの合意の下で新幹線がこういう仕掛けで欲しいというのを手を挙げてやっていくという、やり方です。で今のスキームでフリーゲージは乗ったわけです。で新しいその何かの方策、例えば来るとかそういったことに対して我々とする今の乗る環境にはない、乗らないという話はこれまでも申し上げてきたし、今日も申し上げてきた。すみません、もうお時間ですので。先生、すみません。はい、最後で中村知事はですね、今後も中村知事は今後も話し合いを続けていきたいというふうにこう、まあ、そういう承諾を得たみたいな感じのお話をされてたんですけども、はい、山内知事の方としては、はい、その辺はいかがなんですか。あ、それはいいですよ、もちろん。私はやはり中村知事とはできる限り会う機会を持っていろんな話をしていくっていうことについては両者で合意したと思います。ただそのね、まあ、フリーゲージだったらいいけどもミニとかそのフルとかだったら、まあ、乗れないよというようなお話であると何度お会いしてもあまりこう進展がないんじゃないかと思うわけなんですけども、そう、この問題の難しさはなんていうんだろう、XYZ なんとかっていうのがね、うちらだけじゃないわけですよね。国があって JR があって、そこにはさまざまなスキームがあって、そしてそこには在来線やルートの問題とかいろんな問題が掛け合わせでできてくるので、まあ、これは両者だけで解決できる問題ではないとは思います。ただ我々として、まあ、そもそもはその合意することができた両県ではあるので、これからも情報交換を密にしながらしっかり西九州の振興について頑張っていこうということについては合意しています。はい、ありがとうございました。なんか答えが 出そうですか。これは分からんね。本当にだから少なくとも2件だけでっていうのはなかなか難しい道のりだと思います。ありがとうございました。